モナ新浦安外観地図モナ新浦安は、千葉県浦安市にある、エイムクリエイツ運営の商業施設。ペデストリアンデッキで新浦安駅南口と直結し、イオン新浦安店とつながっている。開業当初の運営会社は、業務部を含めて、明治生命であった。モナの M は、明治生命に由来する。後に運営会社は、小田急グループの子会社である小田急ビルサービスや、 ララポートを運営する三井不動産商業マネジメント、さらにマルイングループの子会社であるエイムクリエイツへと変遷。その後、2015年にケネディクス商業リート投資法人による国内不動産新宅受益権の取得が完了し、同社の保有物件となった。また、同法人により2017年7月27日、リニューアル計画が発表され2018年中に、 すべての後期を完了した。建物に時計台が設置されており、時計の上に設置しているスピーカーから、毎日10時と20時30分に、チャイムが、正午にメロディーが流れる。17時にも、同一音源によるチャイムが聞こえるが、ここではなく、浦安市防災行政無線のスピーカーによるものである。2階と3階は、カンとつながっており、4階は、 B 館のルーフガーデンとつながっている。1階は全フロアが A 館に属する。B 館の各フロアは駐車場胸と繋がっている。ありがとうございます。